おはようございます。今週も1週間ありがとうございました。えー、これがね、週足で1週間を振り返ってるところなんですけども、まあ土日はちょっとね、この FX の相場が動きませんので、今日は朝6時なんですけどもね、えー、振り返ると来週への戦略をお届けしたいと思います。よろしくお願いします。それでは、この週足なんですけども、見ていただくように、この陰線が確定して、まあこのね、三角形のペナントってものを結局割らずに維持されてる状態なんで、 えー、このね、来週もこの中で推移するのかなっていうふうに見ています。で、出入りですよね、時間軸をちょっとずらしてみると、このゾーンと、このゾーンがちょっと今回、このデイリーの中ではね、ポイントになってまして、これが1本が1日なんですけども、ですから、昨日はですね、大きく陰線を出して終わったということですよね。 で、えー、ここまで下がったんですけども、いの勢力が入ってきて、若干上の方に推移したかなというところでございます。まあ、ただね、やっぱりこのゾーンの上に行くにはちょっと至らないような行きの一日だったかなと思いますよね。で、4時間軸なんですけども、ご覧のようにこのゾーンを2本、先ほどとはちょっと違ったところに引いてますけどもね、ここ下を突き破って、えー、上に向かっているところで止まったと。 この2本のゾーンの間で推移するレンジに入ってくるのかなと考えてますね。うん、まあいろいろ線は引いてますけども、途中いろんなドラマがあったんですけどもね。結局はここの要線を出して、今日は確定するんではない。今週の最後は確定するんではないかなと思います。1時間足ですね。1時間足はこの2本の線を見ていただければと思いますけども、この2本の線の間を推移しているように見えますけども、 結局これ飛び出したところがね、内側に帰ってきましたね。これはちょっとね、ここのトレンドラインを、うんもうちょっとこう、柔軟に変更してみようかなと思います。例えば、こんな感じで引いてみたらいかがかなと。トレンドラインがちょっと大きくなりましたね。この間で、 線に触れては帰る。線に触れては帰るとこれ繰り返して、上の方も線に触れては帰るということで、だん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 切り下がっていくところが1時間軸で見えるかなっていう点と、あとは、ここの下のですね、ゾーンですね。どこで跳ね返ってるかということを見ると、ここら辺でどうも跳ね返ってるようなんですよ。うん、ここに一つレジスタンスが見えるかなと思います。で、上の方はですね、どこまで行くのかと言いますと、 こうがうにょうにょしながらね、1時間ごとに推移してますけども、こっからドカーンと下がってきた水準っていうのは、ここを超えてないかなと思うんですよ。ですからここに、一つね、えっ、ー、と、ゾーンを引いて、売りのラインがありますよ。だからこ,こ値段が上がっても、ここのゾーンで跳ね返って下に行くんじゃないかなところを見ると、ここの2本のラインも、それに相関して、こっから下の方に押し下げる力が、 この斜めの線とゾーンとで働いてるんで、ここは越えないかなっていうふうに考えています。まあですので、しばらくは上がるでしょうけどもね、ここからまた下がっていくということが予測されますと。15分も一応見てみましょうか。15分、今、上り調子なんですけども、まあ下げがね、ガーンと始まった、この辺ですか。この辺に抵抗勢力を感じていただければと思います。ここまではまあ上がるだろうけども、ここまで達したら、ここを突き破れずに、まあ下に向かうと。 いうことかなと思いますよね。だからここでガクンと下がっていく。もしくはここを突き破れば、今度は次に上に行くのは、この辺りなんではないかなと思いますね。ここ。ここまではまた上に行くのかなということで、動きが予想できるということです。そういうのをね、元にして来週は、売り買いを、売買を入っていこうかと思います。来週はね、結構エントリー取りますよ。ここまで戦略立てられましたんで、来週はいろんなところでエントリーポイント見つかると思います。お楽しみに。来週図はね、かなり、 100万ぐらいで1週間で儲かるんじゃないかなと思いますよね。皆さんもご期待ください。それでは今週もありがとうございました。